関東料理、関東料理、関東料理、普通話、グアンドーング会、関東語アン部に第一恋さんは、中国南部の関東省、香港、マカオ及び、海外の関東系住民の居住地区で食べられている、料理、越菜、越菜、中国語、越菜ゆえ菜とも称され、中華料理の4、オーナ系、または8オーナ系の一つに挙げられる。 関東料理と呼ばれるものは、関東省内の各地の名物料理の集大成であり、この中には大きく分けて、甲州料理、純徳料理、上がり絵料理、八花料理、長州料理の四大料理があるとされる。甲州が食の中心地で、食材甲州、食は甲州にありと言われるが、甲州のレストランでも、特一級などの称号を持つ結出した料理人は、 純徳出身のものが多く、広州で他の地方の料理とも融合し、改良を加えながら、広州の料理が形成されたものである。もともと、広東省の一部であった海南島の海南料理は、味付けや調理法から福建料理の系統と考える方が妥当ある。広東語であるやむちゃやワンタンが、英語でも日本語でもそのまま、外来語として使われていることからもわかるように、 中華料理の中では最も世界中に広まっている。これは、新大以降にアメリカ合衆国、ハワイ、東南アジア各地などに多数移住した中国人は、関東省出身者が多かったことに起因する。日本でも横浜中華街や神戸南京町には、関東系の家人が多く、関東料理店が多い。徴収料理から取り入れられたフカヒレや縁の巣をはじめ、貝柱。 カキ、ヒラメの干物など、海産の乾物の旨味を取り入れ、総じて薄味で、素材の旨味を生かす料理が多い。調味料として、基本として砂糖、塩、胡椒、醤油、米の醸造酒とスープを用い、生姜、ネギで風味を加え、油や水溶き片栗粉で照りを加える。他に食材に合わせて、オイスターソース、x o シオ、魚醤、シャージャン、ス、ニンニク、 フール、八角、トーチなども用いられる。海鮮や高級食材を多用することから、高価な料理もあり、経済発展が続いている。中国国内の各都市でも、関東料理店は増えている。あっさりした味が多い関東省の料理でも、北部、越北では、湖南料理や厚生料理の影響を受けた、辛く酸っぱい家庭料理も存在する。例えば、 三月小蒸し魚塔という料理は、国連などの魚の頭を、漬けの唐辛子、ネギ、生姜などと共に蒸した料理で、酢醤油系のタレをかけて食べる。また、公衆料理店でも、野山胡椒という漬けの唐辛子を用意しており、客の好みで醤油に入れて食べることも、珍しくない。関東人は飛ぶものは、飛行機以外、泳ぐものは船や、潜水艦以外、四つ足は、 机と椅子以外、二本は足は人間以外なんでも食べるなどと言われるほど様々なものを食材に使用している。峰南地方の温暖陶気象気候、サバナ気候温暖湿潤気候移行部型で育つ様々な野菜や海に近いために多用される海産物を中心として、エイノス、フカヒレ、イヌ、ヘビ、ハテは千山港からゲンゴロウといった他では珍しいものまでが 関東料理の食材として市場で売られている。野生動物を用いた料理は、ノアジ、関東語、イエメイと呼ばれるが、白シンがサーズの感染源とされたため一部規制されるようになった。海鮮や米を多く使った料理がポピュラーで、麺類も米で作った粉、ファン、ライスヌードルも一般的であるが、元来北方の料理である小麦粉の麺料理も多く、 南北の食材を取り入れていることの表れでもある。調理場の特徴は、野菜などの持ち味を生かした、薄味の炒め物や、蒸し魚、スペアリブ、餃子などの蒸し物が基本であるが、土鍋で煮る、ポウや、チャーシューなどのローストーン、シウ、タレで煮る、マン、崩れるほど煮込む、ゴー、アーウなどもある。暑い気候である、広東省では、異植道源の観点から、 小薬にもなる食材、例えば山芋、杏仁、鳩麦、麦もん冬などを取り入れ、野菜や肉などをじっくり煮て、食材のエキスを抽出したとろみのないスープ、湯を非常に重視しており、種類も多く、日常的に食べている。宴会でも最初に出される、熱い料理は、湯である。作るのに時間がかかるが、レストランでは、日替わりで様々なスープを用意しており、家庭でも、 電気式の陶器の調理器が普及しており、家庭でもよく作られている。また、ヨーロッパの進出や香港、マカオの存在により、西洋料理やインド料理、マレー料理などの技法が持ち込まれた。これらの結果、タンタツダンターと呼ばれる、カスタードクリームのエッタルトのような菓子や、パクチョイのクリームに、中式牛乳、純正パウラウと呼ばれる、中華風ビーフステーキ、 ハトシなどの節中料理が生まれた。また、カレー粉、トマトケチャップ、砂火塩、さて、ソースといった各国の調味料も積極的に使用される。調理法においても、伊勢海老のチーズ焼きなど、西洋料理のオーブンを使うものもある。また、この逆に、アメリカ中華料理であるチャプスイや、日本で普及した八宝菜及び中華丼は、関東料理をもとに、 アレンジされたものと言われる。歴史的に関東は外国との交流が深く味もバランスの取れたものであるために世界中に広まって現地でアレンジされたものと考えられる。他方同じ沿岸部の料理である福建料理は長崎ちゃんぽん、太平つばめ、焼きビーフンなど外国で現地化した料理もあるが相対的に保守的なものとなっている。朝食としてがゆや 油状、揚げパンを食べる習慣は中国各地にあり、関東省でも見られるが、関東料理では他に朝食、茶受け、間食としての天津、ヤムチャヤムチャが発達していることが特筆さる。天津はもともと純揚げ料理の茶受けや間食として発展してきたが、広州でも左官が独自に工夫を加えて提供するようになると朝食として食べられるようになった。また、 日中麻雀に興じる人々にとっても、雀宅を囲みながら食べられて便利であり、昼食に適するものもあるなど、様々なニーズに合わせられる特徴がある。このため、現在も各店が改良を進め、新しいものの開発が続いている。大きなレストランでは、一口サイズの小料理を保温式のカートに乗せ、宅をめぐって供給するスタイルで朝から午後まで、転身を供していたが、 最近では注文式に移行しつつある。しかし、提供する時間は多様化しており、中には24時間営業の店まである。また、スーパーマーケットやコンビニエンスストアもチルドの転身販売しており、食べたい時に食べられる環境ができている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。